ちょっとごつくてかっこいいですね。いやいや、ちっちゃいもんね。男らしい手ですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。一大イベントやね。一大イベントですね。とんでもないイベントを今日ちょっと やらかしますよ、僕たちは。はいはい。皆さん、不倫現場を今から目撃することになると思います。不倫現場ですよ。不倫現場。ちなみにターゲットは誰でしょうか。部長の相沢さん、はい、相沢部長です。部長です。店長のさらに上。そう、初公開なんですけど、はい、その相沢さんって人がもう実質会社で言ったらもうナンバー2なんですよ。はい、会社のナンバー2で結構硬い人なんですけど、はい、まあ、その人をね、あのリリーちゃんにね、落としてもらって、もうぜひ不倫相手に、ね、できる。やってみせます。皆さんに、やっぱり私も不倫の現場を見たいんで。そう。はい。もう今ね、芸能界でも結構話題になってるんで。で、僕はあの男なんで、あの男の好きなことも全部してるんで。あ、もうこれされたら落ちるなって。俺まずそれ、俺がやる行動はもう9割の男性落ちるね。あー。そう、ポイントをね、いろいろ押さえていくんで。はい、教えてください。お願いします。任せてください。行ってみましょう。レッツゴー。相沢さん、今仕事しますね、バリバリ。行きましょうか。入っていきましょうか。はい、自然な感じで行きましょう。自然な感じで。お疲れ様です。お疲れ。あれ、休みじゃなかったっけ。今日午前中だけ休みで病院行ってました。午後からは出勤してます。あ、病院行ってきたの。病院行ってきました。どうですか、髪型どうですか、可愛いですか。あ、黒くなったよね。あ、そうです。黒髪にしてどうですか、私の髪型。かわいいですか。かわいいですか。いや、もういつもかわいいんじゃないですか。本当ですか。ありがとうございます。ちょっと軽くじゃあ仕事の話しながらさりげなく隣の席行こうか。最近忙しいですか、相沢さん。まあそう、ぼちぼちで、ね、ぼちぼちで。あ、うん、今ちょっと隣行ってもいいですか。え、隣行ってもいいですか。はい。はい。いや、隣に行きたいなと思って。何してるんですか、今。待ちいや、なんで逃げるんですか。私のこと嫌いなんですか、なんで逃げるんですか。私のこと嫌いなんですか、なんで逃げるんですか。いや、嫌いではない。じゃあいいじゃないですか、隣に行っても。うん、今何やってるんですか。どうした警戒処理警戒処理でちょっと仕事の話戻そうか。契約率、あー、チラシ、どのチラシがみたいな。いいね、いいね。警戒もうちょっと解こうか、仕事の話で。なんか近いぞ。いや、そんなことないですよ。いや、ちょっと相沢さんが何やってるのかすごい気になってたんで。はい。なに、これなんか、どうした。これ どうやって見てるんですか。え、どうやって見てるんですか。いや、もうこうやって、はい、こう、月もこう出てるでしょ。はいはい。すごいですね、頭いいですね、やっぱり。あ、すごいですね、頭いいですね。パソコンがね、システムがね。いや、でもそれを使いこなせる間はやっぱさすがですね。これみんなできるよ、こう名前入れ替えるだけやん。どうしたの。いや、なんか、いや、やっぱりこういうことできる人かっこいいなと思って。はい、わかった。はい、もうあれだろ、なんか現場でなんかやらかして、はい、なんかこうクレームでもなんか上げてきてこう。いやいやいや、そんなことないですよ。リリーちゃん、ちょっとさりげなくさ、寒いとこから来たアピールしようか。手が冷えとる感じで。そっか、手が寒いんですよ、さっきまで外おったんで、撮影で。温めて、待っていいですか。暖房でこうやってやるよ、こうやって。なんかやだ、相沢さんに温めてもらえちゃうなと思って。近い。手温めてくださいよ。手握ろう、もう自分で手握りに行こう。パーソナルエリア。何いやー、ちっちゃいと思うよ。なにこれ、なにこれ、どうした、なにこれ、なにこの
この距離感。いや全然そんないつも通りですよ。最近あちょっと相澤さんなんか、相澤さんこそ調子欲しいですよ。なんか絶対疲れてますよね。肩も揉みますよ。絶対疲れてますよ。肩揉みましょうか。大丈夫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 ケースケースもありがとう。お前なんだ。え、なにこれ、なにこれ、変なあれ。なに、どうしたの。いや、ちょっといつもお仕事頑張ってくださってるんで。あ、すごい筋肉ですね。なんか意外と筋肉すごいんですね。ほんとか、筋肉すごいですね。いや、まあ、まあ、上手だけありがたいけど、はい、ありがたいけど、はい、なんか このこういう風になってる今この状況を俺は把握できたのよ。いや、だから、うん、その肩揉んであげてるんですよ。え、いやいや、ありがとう、大丈夫、もういいもん、はい、そう、いいよ、いや、いいですよ、もうちょっとやりますね。大丈夫だよ、大丈夫だよ。いや、待って、上腕二頭筋すごいですね。とりあえず座れて、で、座れて、はい、座りました、はい、ここ空気椅子、相澤さんの服ちょっと着ちゃおうか、後ろにかかってるやつ。何があった。あ、ちょっと相澤さんが手温めてくれないから、これ着ていいですか。ダメでしょ、ちょっと寒いから、相澤さんが食べてくれないから手を振りますね。何人が来てるの。ちょ何してんの。あ、なんか相澤さんの匂いがしますね、これすごい。は、相澤さんの匂いする。めちゃくちゃいい匂いする。私、相澤さんに包まれてるみたい。すごい、相澤さん包まれてるみたいです。包まれてるって、お前何勝手に人が来てるの。いや、相澤さんが手を温めてくれないから。は、はい。いや、それ、俺なんだっけ。これもらっていいですか。ダメでしょ。ダメ、これ、今日これで帰らなきゃね。え、どうしたの。いや、私がしたいからしただけですよ。はい、どうしたの。どうもしないですよ。どうしたの。どうもしないです。なんか、変な病魔に侵されとる。インフルエンザで、タミフルで10錠ぐらい飲んでない、はい、いや、飲んでないですよ。いや、本当に相澤さんが本当に素敵だなと思ったからそう言ってるだけで。ちょっと、まあ、ここに来た理由が、まあ、相談なんですけど。最近奥さんとうまくいってるんですか。誰もいないからちょっと言いたいんですけど、うん、最近奥さんとうまくいってるんですか。別に普通だ。普通ですか。普通、ちょっと2人でご飯とか行きたいなと思って。ちょっと2人でご飯とか行きませんか。え、2人でご飯行きませんか。今日。はい。だってその今日どうしても、これ終わらせなかったの。明日、その仕事終わってからで結構なんで。明日夜ご飯作るのを断ってください。明日だから奥さんに夜ご飯作ってもらうのを断ってください。いや、みんなで行こうよ、また。いや、みんなでじゃなくて、2人で行きたいんですけど、みんなでじゃなくて。いや、別に、いや、なんか話があるんやったら、じゃあ聞くし、ほんと。はい、別にその、ちょっと別に時間設けて、だからじっくり話そうよ。あ、そう、だからそのじっくりでご飯に一緒に行きたいなと思って。もうデートしてください、デートしてくださいって言うか。そう、だからご飯で聞いてほしいなと思って。だからデートをしてほしいんですよ、うん、デート。はい、デートって手に点々に横棒のと。あ、そうです、手に点々に横棒にとですね。はい、それおかしいでしょ。2人で結婚してるぞ。結婚してるぞ、知ってるよ。絶対私、奥さんにバレないようにするんで。当然知っとる。いや、私、奥さんにバレないようにするんで。はい。いやー、なんか、私、2番目でいいんで、本当に。2番目。私、2番目でいいんで、不倫してください。2番目でいいんで、不倫してください。不倫してください。はい。不倫してください。はい。2番目でいいんで、不倫してほしいんですよ。いや、おかしいって、ちょっと、本当、それ、今日、これ、マジちょっと、本当、これ。もう、あ、じゃあ、今日はまあお忙しいと思うんで急に言っちゃったんで、うん、明日。いや、でも黙るんで、会社の人にも奥さんにはバレないようにするんで。これ直の。じゃあ1回だけデートしてください。それがダメなら私も会社のチャットワークに流します。社長にチクります。で、じゃあ1回だけデートしてくれませんか。え、デートしてくれなかったら会社のチャットワークにそのことを流します。社長にチクります。社長にチク、はい、何をチクるの。相澤さんから口説かれたって社長に。これから口説かれたって、いやいや、めっちゃ逆やし。え、じゃあ一回だけデートしてください。ちょっと待って、本当、わかった。また今日ちょっとおかしい。いや、全然普通ですよ。いや、別に離婚してほしいわけじゃないんですよ。つえな、マジで。
まあ、という部下としては可愛いよ。部下としては可愛い。ありがとうございます。私もその、うん、相澤さんの仕事してる姿見て、やっぱり男性としてかっこいいなと思ったんですよ。素敵だなと思ったんですよ。相澤さんの助手席に乗ってる時、私ちょっと匂い嗅ぎます。いやでも私相澤さんと同行してる時もずっと相澤さんの匂い嗅いでたんですよ、車内の。ああそう、はい、そんなだってね、まあ、もうフェロモンがすごい出てますね。中年のフェロモン出てる。これ中、いや中年とは別に思わないですよ。中年、はい。そもそも俺とね、こう付き合うこと自体がもう大問題やぞ、社内的に。いや、社内には黙っとくんで、バレないですよ。そんな仕事にならんで。なんでですか？その俺が。なんでダメなんですか？え？なんでダメなんですか？いや、ダメでしょ。その会社には黙っとくんで、本当に。いや、バレるって。バレるからとかじゃないけど。じゃあ分かりました、私も仕事辞めるんで不倫してください。仕事回ることも回らない。じゃあ私仕事辞めるんで。あっか、お前。そしたら不倫してくれますか？あっか、お前。そんなお前辞めさせれるわけないやん。なんでですか？なんでそんなこと言うの？会社の人とか社内での関係のことを気にしてたんで。キリちゃん頑張れ頑張れ。だからあの仕事を私が辞めたらそれは解決するじゃないですか。いや別にお前が仕事辞めても別にその前と付き合うことはないやん。そうなんですか？そうだよ。なんでですか？なんでですかって。結婚してるっちゅうと思う。別れてください。じゃあ子供もいるし。だからじゃあ別れてくださいよ。別れないっつ。なんでですか？せいさん、ちょ待てって。お前、お前言ってること今日おかしいぞ。ほんとほんとほんとちょっと怒っていい？ほんと。なんでですか？え？なんでですか？そう怒るでしょ。なんでですか？いやほんとほんと、山根言ってる。お前ほんとどうしたの、はい、今日リリーちゃん、もう旬としてご飯食おうかな、普通に。いや、あかん、ごめん、お前が言ってることは、はい、世間的なこと許されないことを言ってるぞ、お前。本当はい、分かってる、はい、不倫要請どういうことか分かってる。もうハッピーエンドもないんだぞ。あー、でも私、相澤さんと入れたらハッピーかなと思ってもう、ああ言えばこういう現場の管理もしつつ、YouTube のこう一足のわらじでね、こう時間うまく使ってこう頑張ってるわけやんか。その関係でいようよ。え、ね、それでいいじゃん。な？いやです、ね。本当に好きなんです。名字相澤にしたいです。名字相澤にしたいです。あんかも。なんでそこまで話飛ぶの？じゃあ本当さ、これもうちょっと片付けなあかんもんでさ。じゃ片付けたらデートしよう。ダメ。片付けたらなんか教えて。ええ、その二人なんか話すことは全然構わんけど、はい、もう話すとしたらもうちゃんと時間作って話すから、そのお前ら不倫だの浮気だのと思うわけなことやめよう。じゃあ私のことを振るってことですか？うん。私のことを振るってことですか？そう。強えな、あいささん。いや、気持ちはありがたい。もう泣いちゃいますよ。え、泣いちゃいますよ、私。気持ちはありがたいけど、さ、お前泣くのも、いやさ、もう泣くのもちょっと辛いけど、さ、監視官を見たくないし、だけども気持ちはありがとう。じゃあもうやめ、やめることもおかしい。やめることもおかしいやん。だってもう寂しいですもん。いや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 、もう社長にも言いますね。え、なんでお前その俺困らすの？困らせる、いや、本当困らしてるのは相澤さんですよ、私を困らしてるのは。これ、ちょっとまああと2時間ぐらいで終わると思うんだけど、はい、じゃあその後ちょっと話そうか、ここでやったら。話したら付き合ってくれますか？話したら付き合わないけど。どんな話をするんですか、じゃあ。え、どんな話をするんですか？私、相澤さんがこれからの話をしたいんですよ。もう私、仕事に興味ないですもん。圭介、相澤に興味があるんですもん。仕事に興味ないんですよ。圭介相澤に興味があるんですよ。圭介相澤に興味ない。はい。圭介相澤に興味ないって、もう生まれて初めて言われたけどな、本当。もうみんなに付き合ってると公表しますね。いやいや、もうおかしいって言ってることが、ほんとマジいい感じしたんだ、ほんとマジで。な？もうみんなに付き合ってるって公表していいですか？あかん。それおかしいや。もう絶対おかしいでしょ。じゃあもう付き合ってない しますね。付き合ってもちゃんと悩みそう。悩みそう。いやいや、おかしいって。ほんと今日おかしいから。限界だったらチラッとカメラ見て。それ。って。聞いてる？聞いてます。聞いてる？はい。
ちょっとショックすぎて笑いが。ショックすぎて笑いが。はい。ショックすぎて笑いやってもう今そんな急にそういうこと言われてるのも今ちょっとびっくりショックではないけど。驚いてるよ本当に。でもそんな気持ちはありがとうな。はい。でさもう三日で行く。お疲れ。大丈夫か。いやいやちょっと何の話してるんですか。んどうしたのリーちゃん、めっちゃ暗いじゃん。いやちょっとん振られちゃって間。そう振られたの。振られました。かわいそうかわいそう。あマジマジか。お前絶対なんかめっちゃなんか今日おかしいなと思ってさあ。相澤さん全然落ちんじゃないですか。めっちゃ強い。全然全然揺らがなかったっすか。いやだっておかしいもん急に。なんかリリリなんか迷い降りてんのかなと思って。そうですね、僕がもうリモコンかのようにね。リリちゃん本当に操られてましたね。もう寺内君が迷い降りとったと思うんだよね。そうですね。まあ、すいません、今ちょっと落ち込んでると思うんですけど、チャンネル登録まだ新鮮バクバクよ。もういいチャンネル登録ね。はい、はい、チャンネル登録いいですね。チャンネル登録チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。はい、また見てね。また見てね。じゃあおやすみなさい。じゃないわ。まだ心臓バクバクしてるもん。混乱してるし、早く逃げよう。まだ逃げない。やばい、はい、逃げない。正気に戻ったら怒るから。はい、説明ないのこれ。ナイスナイス。説明ないのこれ。ナイスナイス。まあ今日は幸せな夢見て寝れますね。あーもうお前もうここまでついにここまで来ちゃったかよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れじゃねえって。じゃあ行ってこうか。はい、行ってこう。行ってこう。汗だくだわ。全然落ちんかった。